こんにちは。第二種電気主任技術者の平良です。今回は、電気二種一次試験、理論科目より、平成28年度から、問いの RLC 回路の過渡現象の計算問題を解説していきます。まず、問題文を読み上げます。次の文章は、回路の過渡現象に関する記述である。 文中の四角に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ図のような RLC 回路を考えるなお D は順方向にのみ電流を流しその時の電圧効果が0であるような特性を持つ理想的なダイオードとする初期状態ではスイッチ S は開いておりコイルには電流が流れておらず コンデンデサーは 1V に充電されている時刻 t=0 でスイッチを閉じると直後にはダイオード d には逆向きの電圧が印加されるため電流 i2=0 となる i2=0 である場合の電流 i1t は初期条件 i10=0 dt 分の di1tt=0=1 を用いて i1t=2×e のス t 乗プラス 3×e の4 × t 乗と表される。ダイオード d には印加される電圧が反転する時刻以降電流が流れる。 ダイオード D に印加される電圧が反転する時刻はコイルの両端電圧 LDT 分の DIT が反転する時刻に一致することを利用するとスイッチ S を投入してからダイオード D に電流が流れ始めるまでの時間は過去 S と求められる。なお LN5 ニアリーイコール =1.6 としてよい。問題の解答群はこのようになっています。まず、問題の設定を確認します。問題文の下線より、図のような RLC 回路を考え、ダイオード D は10方向にのみ流れ、電圧効果は0とします。また 問題文の青の下線より初期状態はスイッチ S が開いている状態でコイルには電流が流れておらずコンデンサーは 1V に充電されています。ここでコンデンサーの電圧について式で表すと図のようにコンデンサーに加わる電圧を VCT とすれば 時刻 T VCT が0以下の時には1とにはなります次に問題文の黄色の下線より時刻 t=0 でスイッチを閉じると直後にダイオード d には逆向きの電圧が印加されるためダイオードに流れる電流 i2 は0と となりますこの時の電流 i1t についての初期条件は i10 イコール0となりまた t イコール0の時 dt 分の di1t を括弧1として求めます黄色の下線に記載されている条件を回路図に反映すると t が 0以上のとき、スイッチが投入されており、このとき、投入直後は i2 イコール0となります。そのため、電流 i1 は赤の経路の閉回路で電流が流れます。ここで問題を説明しやすくするため、 回路図の回路定数をそれぞれ CRL と置き、抵抗とコイルの電圧効果をそれぞれ VRT、VLT と置きます。では、括弧1を解いていきます。まず、赤の経路の電圧の関係は、VCAT=VRT プラス VLT となり、VRT、VLT を電流 I1T で表すと、VRT イコール RI1T、VLT イコール LDT 分の DI1T となるため、VCT と I1T の関係式が求まります。 この式について t イコール0の時を考えると初期条件から i10 イコール0で vc0 は1であるためこのようになりますこの式を dt 分の di1t について解くとこのようになり値を代入すると 2V となります。これがカッコ1の答えです。次にカッコ2カッコ3カッコ4を解いていきます。問題文の赤の下線より I1T を求める問題です。まず回路図のコンデンサーについて蓄えられている電荷を QT トークと VCT は VCT イコール C 分の QT と表せまた I1T と QT の関係は QT の単位時間あたりの減少分が I1T となるため I1T イコールマイナス DT 分の DQT となります。 この式を積分すると、このようになり、QT を VCT の式に代入すると、VCT と I1T の関係式が求まります。この式を右上の回路方程式に代入すると、I1T に関する積分と微分が混ざった方程式となるため、両辺を T で微分して整理すると、i1t についての2回の微分方程式が求まります。では次のスライドに移ります。2回の微分方程式を解くため、i1t の解を指数関数が微分により変化しないことを利用して、i1t イコール A×Eλt と仮定しますこれを代入すると A×E のラムダ T 乗の成分が共通であるためラムダの二次方程式が求まりますこの式に値を代入してラムダを解くとラムダイコールマイナス1マイナス5 となります。よって i1t は2回の微分方程式の解のため2つの解の和を取る式となります。なお、a1、a2 は定数でこの定数を求めるため初期条件を用います。まず初期条件 i10=0 より 0イコール A1 プラス A2 となります。また、i1t を微分すると、このようになり、t イコール0を代入すると、2イコールマイナス A1 マイナス 5A2 となることから、A1、A2 はそれぞれ、A1 イコール 0.5 A2 イコールマイナス0.5となります。よって A1、A2 を I1t に代入すると、このような式が求まります。これが、カッコ2、カッコ3、カッコ4の答えです。最後にカッコ5を解いていきます。問題文の下線より、 ダイオード D には引火される電圧が反転する時刻以降に電流 I2 が流れます次に問題文の青の下線よりダイオード D に引火される電圧が反転する時刻はコイルの両端電圧 LDT 分の DI1T が 反転すす。る時刻に一致しますこれを利用してスイッチ S を投入してからダイオード D に電流が流れ始めるまでの時間を求める問題です。問題の条件を整理すると回路図よりダイオード D に印加される電圧を V'T とすると コイルと並列接続されているため VLT と V'T は等しくなり V'T の電圧は LDT 分の DI1T となりますここで I1T の外形をグラフに表すとこのように T イコール0から T' まで 上昇し、t イコール t' 以降は減少する関数となります。また、ダイオードに電流 i2 が流れる条件は、v't が0以下であるため、ダイオードに電流が流れ始める時刻は、Ldt 分の di1t。 t イコール t' ダッシュイコール0より i1t がピーク値を取る時刻 t' ダッシュとなりますこの式を計算し整理すると e の 4t' ダッシュイコール5となり両辺について自然対数を取るとこのようになりますこの時右辺の Ln5 は問題文より1.6であることから t' イコール 0.4s となります。これが括弧5の答えです。補足として、ダイオードに電流 i2 が流れているときの電流 i1 を導出する方法を説明します。まず、コンデンサーから 流れ出る電流を I3、ダイオード側に接続されている抵抗を R' ダッシと置きます。このとき、ダイオードに電流が流れる条件は、LDT 分の DI1T が0より小さいときで、回路図の黄色の閉回路の回路方程式は、 V't イコール VLT となるため、-r'i2t イコール Ldt 分の di1t となります。さらに、キルヒコフの法則から、i1t イコール i2t プラス i3t となり、赤の経路の平路方程式は、 LDT2 乗分の D2 乗 I1T プラス RDT 分の DI3T プラス C 分の I3T となります。よって、電流 I1、I2、I3 についての3つの連立方程式が導出でき、この方程式を解くとダイオードに電流が 流流れている時の電 I1T が求ま,ります今回の問題の答えはこのようになります。以上が今回の問題の説明です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。